今国会では高度プロフェッショナル制度を中心とした働かせ改革が審議をされておるわけでありますけれども、この働かせ改革を絶対に成立させてはならない。働き方改革一括法案反対。今のですね、今度の行動プロフェッショナル制度を含めた働き方改革というのは、実は働かせ方改革になって、労働者はですね、本当に労働時間管理までしなくなるというような非常に大変な根本的な問題をはらんでいるので、それに反対をするということで集まりました。過労死認定、労災認定で労働時間が一つの大きなファクターになって、どれぐらい長時間労働しているのかということになるんですけれども、これがですね、高度プロフェッショナル制度を担当する者にとっては労働時間管理をしなくてもいいということになるんですよね。そうするといざ死んでもそれが業務に起因するのかどうかということを調べるためにはですね、全然証拠も何も資料もないというような状況になる。これはもう労働行政を担当しているもんでもですね、これは大変なことになるというようなことになろうというふうに思います。まあ、今回 その働き方改革法案というのは、働き方改革って言ってますけれども、まあ、実際にはその労働者の働かせ方をもう本当に根底からね、まあ、改悪するような中身なので、まあ、私たちの労働組合としても、まあ、絶対反対だというふうなことで今力を入れています。やっぱり労働者 その職場の実態、働き方の実態というのをもう全くその真正面から見ようとしない、まあ、そういうふうなこと、本当に憤りを感じます。